はい、皆さんこんにちは。先ほどですね、最強武器、スイフトハンマーという、スイフト隕石で作る、ハンマーですね。上記の方に、詳細の方に書いてあると思うんですが、そのサイトを見てですね、作りました。攻撃力が186となってますが、これ、1000の位がですね、表示されないという、らしくてですね、こうなってます。まあ、こんな感じですね。ちょっとね、なんていうかな。そのサイトにはですね、オール修正が、この修正が全部3らしいんですけど、なんか俺の作ったのはよくわかんないんですが、なんか1とか2とかになっちゃいましたね。まあ特に攻撃力的には、2186ということなんで、特に問題はないんですが。うん。で、属性レベルがですね、土と、水が14で、その他が15ということでね。で、シークレットパワーは僧侶火山になってます。ほら、2186ということで。わかった。はい、わかった。さて、何発で死ぬでしょうか。個人的にこのペットもぶっ殺しておきたかったんですけど。まあ、いいか。ペットの攻撃程度じゃあれだろ。ペット、76レベルか。まあ多分、大して変わんないですよ。こいつのレベルは99ですよね。99ですね。一発 !1!1! 一発、今一発食らいましたね。いて。あれ?まあ今のはなかった。あれ?あんなに攻撃範囲広かったっけ?あ、わかった。わかったって、マナの、誰かさん。マナの女神さん。わかったって、多分俺の予想だと5発ぐらいかかるんじゃないか、こいつ。下手したら10発。一発、二発、三発。あ、やめて。今三発食らった。よし、いいぞ、ペット死んだ。と思ったら、あ、四発で死んだ。今の四発です。この攻撃4発で死ぬみたい。うん。うん。いや、でもさ、それよかさ、驚きなのがさ、バシリスクがさ、一発攻撃これ耐えたってことだよ。俺、それを評価したいんだけど。はい、ということで。以上です。